Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok, and we laid over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。入国料300バーツの徴収開始は早くとも年末になる見込みです。クイーンシリキッドコンベンションセンターは3年間の改装を経て9月12日に再開します。タイはシンガポールとの間のデジタル貿易を推進しています。調査でほとんどの人がサル痘に恐怖感を抱いていることが分かりました。それではまず、はじめのニュースです。入国料300バーツの徴収開始は早くても来年になる見込みです。イパッド観光スポーツ大臣によりますと、タイに入国する外国人から1人当たり300バーツを徴収するというプログラムの実施は、早くても今年第4四半期になる見通しです。また、陸路でタイに入国する際に徴収する金額については、タイ滞在日数などに応じて減額するかなどを検討する必要があると述べています。イパッド観光スポーツ大臣によりますと、観光スポーツ省は、先の閣議に承認を得るために、入国料徴収案を提出する予定でしたが、陸路の入国料に関して、さらなる検討が必要だと判断し、提出を見送っています。観光スポーツ省では2ヶ月以内にこの案を閣議に提出する方針です。しかし発行は官報による発表の90日後となっており、入国料徴収がスタートするのは早くても今年第4四半期か来年第1四半期になる予定です。一方で今年10月1日から来年3月31日までの期間を対象に外国人が通常のビザを取得してタイに滞在できる期間を現在の30日から45日に延長されます。また入国時でビザ取得の場合タイに滞在できる期間も現在の15日から30日に延長されます。これは滞在期間の延長で観光収入の増加、タイ経済の再生促進、新型コロナの感染拡大の影響軽減につなげたいとして実施されます。次のニュースです。クイーンシリキッドコンベンションセンターは3年間の改装を経て9月12日に再開します。バンコクのクイーンシリキッドコンベンションセンターは3年間にわたる改装により閉鎖されていましたが、9月12日に再開し、今年11月に予定されているアジア太平洋経済協力首脳会議も開かれます。コンベンションセンターの運営会社である NCC マネージメント&デベロップメント社によりますと、改装されたクイーンシリキッドコンベンションセンターには年間1300万人の来場者が訪れると見込まれています。
これは改修前の年間来場者数の2倍の数となっています。サッチャイ常務は、新たに生まれ変わったコンベンションセンターは、あらゆるイベントに対応でき、あらゆるユーザーのライフスタイルに対応できると述べています。すでに160件のイベント開催が予定されています。このうち50件は今年開催されるイベントです。最初のイベントは9月14日から16日にかけ開催されるもので、次に今年最大のイベント、アジア太平洋経済協力会議、APEC 首脳会議が11月13日から18日にかけ開催され、21カ国の国や地域の首脳、閣僚、代表者のほか、報道関係者を迎えます。APEC 首脳会議で訪れるのはおよそ3万人とみられています。サクチャイ常務は、セキュリティ、アメニティなど、首脳会議に向け準備が進んでいると述べています。APEC 首脳会議には、報道関係者など参加人数が多く、経済的にも効果が期待されています。クイーンシリキッドコンベンションセンターの改修には、150億バーツの予算が投入され、改修後の総面積は30万平方メートルとなり、これまでの約5倍の広さとなりました。イベントスペースは7万8500平方メートル、店舗スペースは1万1000平方メートル拡大され、地下駐車場も増設され、3000台を収容できるようになりました。次のニュースです。タイはシンガポールとの間のデジタル貿易を推進しています。タイの商務省はデジタルプラットフォームが新型コロナパンデミック後の貿易に不可欠なツールになるとして、現在デジタル経済改革に向けたタイ企業の準備を支援しています。貿易交渉局はデジタル貿易に焦点を当て、タイとシンガポールの通商の新時代に関するセミナーを開催しました。このイベントはタイと外国との間のデジタル貿易におけるパートナーシップの可能性を強調しました。特にシンガポールはオーストラリアやニュージーランドなどいくつかの国とデジタル経済パートナーシップをすでに確立しています。オーラモン局長はシンガポールはタイとのデジタル経済パートナーシップを確立することを提案し、現在それについて検討が行われていると述べています。オーラモン局長は、多くの国でデジタル関連の法律がすでに採用されているため、タイの企業が必要な準備をするには良い機会だと指摘しています。商務省のシニット副大臣は、新型コロナのパンデミックを受け、世界的にデジタルの人気が高まっている中、e コマースが最近の重要な課題になっており、東アジア地域包括的経済連携など、いくつかの貿易協定で e コマースに特化した協定が結ばれていると説明しました。シニット副大臣によりますと、タイ政府と民間企業はデジタル化を効率化するために協力しており、これには他の国のプラットフォームにリンクする国家的な e コマースプラットフォームを確立する取り組みも行われています。次のニュースです。調査でほとんどの人がサル痘に恐怖感を抱いていることが分かりました。タイでは最近、サル痘の感染ケースが何例か報告されていますが、スワンドシット・ラチャパット大学の世論調査センターはこのほど、ほとんどの人がサル痘を恐れているという世論調査結果を発表しました。調査はオンラインにより8月5日から10日にかけ実施され、1095人が回答しました。タイでサル痘の感染ケースが確認されたことについて心配しているかとの質問では 54.3% がだいぶ心配している、 27.2% がそれほど心配していない、 14.1% が非常に心配している、そして 4.29% が全く心配していないと回答しました。またサル痘について知っているかとの質問では 66.7% があまり知らない、 5.3% が詳しく知っていると回答しました。なおサル痘はここに来て世界的に感染報告例が増えており、世界保健機関も公衆衛生の非常事態宣言を出していますが、感染力は新型コロナのように強力ではなく、ほとんどの場合感染しても2週間から4週間で自然に回復するとしています。
それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。入国料300バーツの徴収開始は早くとも年末になる見込みです。クイーンシリキッドコンベンションセンターは3年間の改修を経て9月12日に再開します。タイはシンガポールとの間のデジタル貿易を推進しています。調査でほとんどの人がサル痘に恐怖感を抱いていることが分かりました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.